どうもエルザレットです。それではスプラトゥーン3イカロールについてお話をしていきたいと思います。今回はイカロールとイカ登りのテクニックと発動条件などのお話になります。まあ、だいぶねツイッターの方だったりとかイカロールに関して情報が出てますので、まあ、そちらの参考にした部分もあったりとか応用編っていうものをいくつかお話をできればと思います。では早速やっていきましょう。まずイカロールですね。イカロールの発動条件に関しては基本イカ移動で、移動中に反対方向ですねに対してスティックを倒しジャンプする2ボタンを押すで発動できます。こんな感じですね。で、この状態で連続で発動も可能で、すぐ反対側のスティックを押すとこのように連続でのジャンプが可能になるというところになります。ただし発動を続けているとどんどん速度が落ちていって発動がしづらくなるというところになります。イカロールと合わせてあるイカ登りですね。イカ登りもとてもシンプルです。まず壁にひっつきます。で、この状態で B ボタン長押しで、この時移動もできますね。この状態で B ボタンを離します。そうすると高く飛ぶことが可能です。飛んだ先がインク濡れてればそのまま乗ることも可能です。続いて発動の条件ですね。イカロール、イカ登りどちらにしても反対側を押してジャンプボタンを押すというところが条件だと思うのですが、基本的には移動してるっていう条件が整えば多少の速度でも可能となってます。こんな感じでちょっと動いただけでも可能ですね。ただしやっぱ一定の速度がないと頑張ってスティックを倒したところで発動はしない、しづらいということがあります。それなりに速度が必要ということですね。あとは完成キャンセルを使った時マックスの速度ですね、出だしがマックスになりますが、これをするとイカロールかなりしやすいんですよね。そのしやすさの度合いが多分速度に影響しているのではないかなと思います。では続いてイカロールの弱点についてです。イカロールの弱点といえばロールバリアの時間帯かなと思います。まずロールバリアについてなんですが、この光ってる時間ですね、イカロール発動からちょうどてっぺんになる値まで、てっぺんになるまでの時間で無敵になると。あとはてっぺん過ぎてからは体をさらけ出す状態なので後半ダメージを食らうことが多くあります。なので使い方として弱点をなくすためにはだいたいイカちゃん3人分ですねのところでイカロールをすると今のようにちょうど無敵時間をそのまま使って避けることが可能ということになります。壁際の移動は結構大事になりますね。とりあえずてっぺんまでのこの距離感を覚えるのが一番いいのではないかと思います。続いてはイカロールの応用になります。このあたりツイッターの情報だったりとか先に出した人もいますので、そちらも紹介しつつ自分でも見つけたものを紹介していきたいと思います。まずは連続イカロールです。通常のイカロール連続っていうのはこんな感じで発動ができます。でもだいたい6回から7回ぐらいになってくると移動速度も落ちたこともあり、イカロールの連続発動がかなり難しくなります。まあ、ただ6回も使うシーンがあるのかっていうのはありますので、まあ予備知識程度にしてもらえるといいかなと思います。で、これをなるべく連続の回数を多くしたいっていう時の方法なんですが、簡単に言うと移動速度を落とさない、まあある程度一定に保つっていうのが重要なので、イカロールをした後にちょっと進みます。ちょっとなんでイメージとしてはこんな感じ、このちょっとの移動で速度を維持するという方法です。これを繰り返すとちょっとワンテンポ遅れた形になりますが、こんな感じで連続でということが可能です。最高で20回ぐらいはできましたね、やろうと思った時ね。なので、まあ、それだけ移動速度がだいぶ発動条件として大事なところなのかなと思うと重要なところになるかと思います。
続いて完成キャンセルロールですね。完成キャンセルでイカロールを発動する時の方法になるんですけど、普通のイカロール、まあ、この1マスぐらいでやろうと思った時に結構難しいんですよ。通常のイカちゃんの発動だとこんな感じですね。結構、まあ、1つ過ぎたぐらいでもできることはできるんですけど、このあたり慣れが必要ですね。なんですが、完成キャンセルの場合初速が最大になるのですぐ発動できます。もう一回いきますね。こんな感じですね。大体まあ内側か似たような距離感になってきますが、発動はしやすくなります。ボタンを似たような感覚で押してるんですが圧倒的に速いですね。もしかしたらイカ状態になってこの移動幅の影響もあるかもしれないですね。発動としてはね、まあ、こういった方法があります。で、このイカキャンセルに関してなんですが、どういった時に使うのかということは重要になります。例えばこういう段差、まあ、イカちゃんがジャンプできて登れるぐらいの高さで限定されるんですけど、例えばここに登ろうとした時に、通常なら行ってこういう風に走りながら右側の方に切り替えてイカロールをするっていうのが多いと思います。ってなるとこの前後の動きでイカ移動で敵にバレちゃうんですよね。なのでこれをするとなった場合、敵にバレながらずっとバレてる状態で敵地に入るということになりますので、すぐやられる可能性が高いっていうのがあります。じゃあこの完成キャンセル何がいいのかっていうと、こういう風にスニーキングして隠れてて、でも上に登って敵を攻めたい、まあ敵がこの辺りにいると想定しですね、通常通りこうやって撃つより、あとはジャンプして入って撃つよりかは多少リスクを減らしたいっていうのがあるので、こういう時にこんな感じで完成キャンセル挟んでやると登ることが可能です。しかもこれの特典としてはイカキャンセルのバリアを持った状態で上がるのですぐ撃てるんですよね。この辺りがいいんですよね。被弾を抑えられる可能性があるというところなので、こういった使い方がいいかと思います。続いては壁ロールです。壁ロールといっても壁キックのイメージしてもらうと分かりやすいと思います。使い方としては壁についた瞬間反対方向をして蹴るということですね。ちなみに画面が横でもこんな感じですることは可能です。画面を動かさずにこのまま高いところに敵攻撃できるんですね。こんな感じで、これがすごくテクニックとしては面白いんじゃないかと思います。ちなみにイカのスピードがそんななくても壁についた瞬間反対を押せば多少はこのように発動が可能になります。結構難しいですけどね。要はイカロールの発動が自分の後ろ180度に対してなので横も可能なんですよ。なので例えばまっすぐ行ってこうって横になってるのは結局180度以内なので、こんな感じで発動ができるというところになります。使い方としてはでもこういう使い方ダメですね、まあ、ただ敵に体をさらしてしまっているだけなので、こうなるんだったら撃つというのが重要になります。続いてはイカロールキャンセルです。イカロールキャンセルといっても先ほど壁ロールでやったんですけど、それの元々の技ですね。例えばこういう風にイカキャンセル、イカロールをするわけですが、こうなってる時にポンと射撃ボタンを押します。ただそれだけです。で、何がいいかっていうと、体をさらす時に通常でこのままさらすとジャンプするまでの間の無敵時間がないんですよね。このバリアがないんですよ。でもこの発動することによって最初敵の被害、敵のダメージを抑えつつ反撃するということができるので、反撃のパターンとしては一番いいですね。あとは単純に切り返しになるので相手のエイムが追いつかない可能性があります。そういった動揺を誘う作戦としてもいいかもしれないですね。ただしジャンプした時のリコイルがちょっと広がりますので精度が落ちるんですよね。なのでそのあたりはちょっと気になるところかなというところです。実戦でできるかどうかは、まあ、また試してですね。そして最後です。最後はライジンステップロールですね。これちょっとやってて思ったんですけど、まず説明です。
説明としてはイカロール、この発動に関しては自分の背中に対して180度、なのでまっすぐ行ってて横に行けたりとか、まあ、斜め後ろですね、この辺りに行けるような、そういったことですね。まあ、後ろにも行きます。これを活用したときに、まあ、前に行こうと思えば やろうと思えばできるんですけど、こんな感じで前に進めるんですよ。なんですけど結構操作がきついので、逃げのための方法として今回挙げさせていただきます。じゃあどうするのか、単純に前にいる前提になるんですけど、前に行ってまず後ろに飛びます。できるだけ横に広く、かつ斜めですね、横目の斜め後ろに下がります。そうするとイカちゃんの向きはこうなります。ってことはこちら側に次ステップ踏めるんですよ。なのでこの勢いを生かしてまた反対に飛ぶ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 ってするとステップを踏みながら下がることができます。じゃあ実際やってみたいと思うんですけど、はい、いかがでしたでしょうか。こんな感じでジグザグに相手の球を避けながらすることは可能です。ただ結構難しいので、コツとしては一回返すのがいいですね。飛んでスティック返して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 ってすると発動がしやすいです。まあ、4回でこれだけの距離逃げれるので、それなりには距離が保てるんじゃないかなというところですね。まあ、すぐに壁裏に隠れるつもりで使う方がいいです。ただ普通にこうやってイカ移動するよりかはね、被弾が抑えれると思います。では続いて、イカ登りの応用です。イカ登りの応用に関してなんですが、基本的にこのままジャンプというところですね。なんですが、この登り、一回発動してしまうと、B ボタンを外す以外、キャンセルできる方法がないような感じがするんですが、実は射撃ボタンであったり、ボムの投げるボタンを押すとキャンセルできます。なので、あ、ちょっと、あ、発動やばいと思ったら射撃ボタンを打つのがベストです。続いてイカロールの変更ですね。まあ、どういうことかというと、この状態だとイカ登りしかできない印象があると思うんですけど、そうじゃなくて進行方向の反対を押したまま B ボタンを離すとイカロールに変わります。これ大事なテクニックですね。まあ、壁蹴りの方法と一緒なんですけど、とりあえず壁を登ってるときってもう登ってる状態、もう進んでる状態っていう認識なので、まあ、反対側を押すだけでイカロールに切り替わります。もちろんこれもチャージ中でもイカロールに変えれます。こういった方法がありますので、なんかここから敵陣侵入したいとかそういうのがあるときは、まあ、こういう風に使うといいんではないかと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回イカロールについてですね。で、まあ他にもなんか飛距離が伸びるとかね、ボムの飛距離が伸びるとかいろいろあるらしいんですが、まあ僕の方で確認できたのはこちらの方だけというところで、紹介は以上となります。まあ、イカロールに関して実戦で使わないとどれだけね、敵に対して威圧があるのかとか、逃げ切れるのか、生存率が高くなるのか、すごい悩むところなんですけど、方法としてどういうテクニックがあるかとして、この辺りを押さえておくのは非常にいいことではないかと思います。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。今後もこういった解説系とかやっていく予定ですので、応援してくださる方はチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。Thank you.